オール市内のエリサ携帯ショップエリサはフィンランドヘルシンキに本拠を置く電気通信事業者。モバイル通信及び大容量インターネット通信事業に経営資源を集中させており、エストニアでもサービスを提供しているナスダックヘルシンキ上場企業。1882年に電気工学の専門家であるダニエル・ヨハネスは電が中心となり、 ヘルシンキに設立したヘルシングイン・プアリニ・ハディス・体育クがルーツとなる。当初は中小の電話会社の集合体であったが1920年代以降徐々に合同が進んだ。1985年にヘルシングイン・プアリンとなった。後、1994年の国営通信会社のスオメン・デニティン・ラトズの民営化に伴い競争の激化が見込まれると、 協会は同年ヘルシングインプアリンオイとして法人化され、1997年に株式上場企業となった。1998年に携帯電話事業者のラジューリンジェスタを買収、2000年1月にエリサコミュニケーションズを例に社名を変更した。2003年に現社名に改名した。以降、法人向けにはエリサ、個人向けには サウナロティのブランド名でサービスを提供していたが、2014年にエリサに統一した。2016年12月、エストニアのインターネットサービスプロバイダであるエーススターマンを買収した。2018年から第5世代移動通信システムの導入を開始以降、フィンランド及びエストニア各都市での普及が進められている。ありがとうございます。